どうもアザンです。今回なんですけど、初代北斗無双で一撃5万発出そうという企画をやっていきたいと思います。僕やったらいけるでしょうという、まあ、ならではの企画やな。一撃5万発ですか。まあもう言って今年で初代北斗無双なくなっちゃうから。確かに、まあ、それやったらいっそのこと記録出しちゃおうよと、まあ、もしかしたらこれ初回で終了という形になっちゃうかもしれないです。すごいですけど、まだ未だに1回も見てないですか。俺も1回もやったことない。何できるの。表記でいこうか。表記でもう画面の表記でいきたいと思います。僕がね、朝一初代北斗無双を打つので、まあ、ミゲル君はとある、はい、打つという形でやっていきましょうか。そうそう、じゃあ、まあ、裏企画で、とあるで250連させてみたんでミゲル君裏企画もあるので、ね、早速ね、レンチャーさせていきましょう。いいっす。13時40分でも寒いんでね、もう途中報告すぐ終わりはします、はい、現金投資17,500円、14,500円、はい、2人で32,000円、はい、で持ち玉がもう2000発ぐらいですね、2人ですで、まあ、僕の無双が、まあ、1000円ベース 20.54、 おミゲル君のファールがもう20ぐらいです、20ぐらい、まあ、内容は良しと
出玉がついてこないだけですね。でまあ、一応なこれコーンバス企画やんけど、はい、各編に入らない各編入れさせてスタートライン立てへんからさ、まあ、時短で引き戻したらええやんけっていう話やねんけどな、はい、引き戻されへんわ。なるほど、飯行ってちょっと中で変えようか。チュース行きましょう。それよ、同じやつばっかり頼んでもな、そうっすね、うん、定番の前やっぱこれや、一番はな王将といえば、16時49分、昼ご飯食べてから、大当たりゼロです僕、今日の企画もう一回整理しようか確か北斗無双で100連ちゃうわ、北斗無双で5万発企画か、1日打ったら100円入るかっていう企画でいいダントツ一番当たってないわ俺が、無双のコーナーで、コーナーで、うん、まあ、俺は今時短2回で大当たり2回やから、まあ、言って北斗無双こっから逆転全然あるんで、まあまあです、分からんけど、まあまあ言ってもまだ分からん、はい、まあ、けど各編入らんことにはちょっと5万発狙えへんからさ、まあ時短でも引き戻したい話じゃないけど、ちょっと今日はなんかできる気がせえへん。でまあ途中報告、現金投資が3万3000円、ミゲル君が2万3500円、はい、5万6500円で、持ち玉がもうなしで現金投資中ということで、まあ、あとは現金コメント話にならへんな、今日は。そうですね、うわなぁ、厳しいなぁ。いや、俺来る、これで俺無双でスルーしたら大パンするかもしれない、バッハッ。あ、1000円あたり今何本も、あ、そうやな、俺の台が今1000円ベース 20.12 です、北斗無双、ミゲル君が 19.7 19.7、よし、時間も時間やから俺のじゃあこの時間でのキーオカルト発動して頑張るわ。レインボーマウンテンですか。なんでさっき言うねん、スタッフでも授けるわ。
今こそ北斗神拳の歴史が終焉する。今こそラオウとの約束を果たそう。です。じゃあ、まあ今日の結果からいきますか。今日の企画をおさらいすると、北斗無双で5万発撤去されるまで出しましょうという企画第1弾です。なるほど。で、まあ、まず結果からね、本日2人で総投資の方105,500円、わー、行きましたね。大台突破しましたね。で、換金出玉が 18,101玉、はい、換金額64,600円、マイナス49,000円です。どこで出玉作ったんやお前と。そうなんです、ミゲル君なんです。まあ、ミゲル君の、おばさん、え、はい、3万発ぐらい出てませんでした。俺、はい、まあ、一応あの店に3万発ぐらい出してくる。あ、なるほど、なるほど、うん、そうやな。だからとあるで、まあ、ミゲル君が連チャンしました。まあ、こんな感じです。何度でも歯向かってやる。まあ、最後に一撃で19連、出してくれまして、まあなんとかなったわけなんですけど、まあ今回ね、企画はね、あの、まあ、5万発ということでね、どれぐらいじゃあ今日の記録はあったのかというと、はい、最高記録こちら、まあ、表記おそらく1000発ないぐらいかな。まあ、実質で940発、足らずの 49,060玉ですかね。なるほど、足りなかったと、まあ、惜しい結果になったんですけど、うん、まあ、またね、引き続き、やっていきたいと思います。惜しいって言います。まあ、僕の結果を言うと、単発4回終了と、各編にも、入らず、あのスタートラインにも立たせてくれんかったわ。そうですね、最近調子良かったからなんかちょっとショックやわ。なあ、やっぱりかいみたいになってもたわ。うわ、まあまあ、まあ、ましたね、ちょっとやっぱ北斗初代ほんまマジで撤去される前にマジでバチン言わしたいから。そうっすね、もう北斗初代打つときはもうこの企画でいくわ。5万発、はい、もうマジ出したい。出したいっすね、マジ出したい。表記でな、もうだからあの一撃で5万発ドンと、はい、あれをやりたい。でまあ、結果の方は言ったんで、内容の方を触れると、僕の北斗無双 19.94、 ギリ20切ってしまいました。あ、まあでも全然ね、うん、ミゲル君のとあるが 20.3 ぐらいですね。 20.3、はい、まあ、十分でしょう。そうですね、まあその内容もまあ良かったし、なあ、もうあのもう疲れたからさ、何の言葉も出てこへんわ。まあね、引きばっかりはね。そうやな、もうこればっかりでどないもできんから。まあ一つ言えることは、はい、49,060玉足りんかったってことやな、はい、惜しかった。まあ次回はちょっとほんま一撃5万発、はい、まあ、11月30日やったっけ撤去される北斗無双ぐらいですかね、うん、だからそれまでに、まあ、あと何回打てるかは分からんけど、はい、まあ、挑戦したいと思います。あるある言っときますか。そうですね、今日のパチンコあるある、小さいお店編でいきます。お、通路狭いとこやたら肘当ててくる人おる。ありがとうございました。
あれっすね、後ろ通る人。そういうこと。はい、じゃあ、あ、5万発企画一発目でさ、はい、記録940ターンってなかなかやった。そうですね、まあこっちの気持ちとしてはもう二度と言わないでくださいお前には無理やん、はいはい、トータルしたら7万5000発負けてるようなもんですからね。どうしよう、買いますか、買いましょう